皆さんこんにちは、かしゆかです。あーちゃんです。のちです。3人合わせてパフュームです。楽しかったです。みんなすごいテンション、演者さんがすごくテンション高くて、こっち側もこうなんかそのテンションに持ってかれて連れて行ってもらえて、すごいなんか心から楽しめました。わって聞いてはいたんですけども、もう全部わだったね。すごかったね。私なんかどこを撮ってもなんか本当にアーティスティックでおしゃれで、なんか本当写真にいっぱい撮りたくなるっていうか、でそう撮った瞬間瞬間が全部絵になるっていう、本当に素晴らしいアートなね、ショーでした。お客さんが真ん中にいて360度ステージみたいになっていて、お客さんが中心に動いていく世界っていうのが今までにない新しい感覚だなと思いました。男性的にもすごく見どころだなって思ったのが、着物のはだけた女性たちが水遊びしているっていういや、はだけてたかどうかはね、どんどん羽ね、どんどんはだけてたでしょ。どんどん脱いだ ね最初着てたの脱いでいくからね。で最後もね、なんかベージュなね、そうそうそう、レーシーなね、水着でね、あれなんかちょっとドキドキしました。水浴びしてた。そうだね、最初ウェルサブルタといえばみたいなところでしょうね、きっと。何が始まるんだろうって思ったらもうね、もうテンション高くて。そうだね、水遊びっていう感じではなかった。激しかったね。激しい激しい。風を切ってね。私なんだろうな。いやもう全部すごい印象的でしたけど、なんか3人の女性が、私たちも3人組なんで、やっぱ3人でなんかこう下でこう着物みたいなのを着てて、こうやってこう腕でバーッとかってやってってと思ったら、一人がバーッて宙づりになって、でも何ら様子は変わりませんみたいな、上と下がその分からなくなるみたいな、すごいあれは不思議で、ああいうのって宙づりになると首とかがこうバーッてグラッて持ってかれたりとか、手とかがバーッて持ってかれたりするんですけど、もう体幹の鍛え方が半端ないのか、どっちが上なのか下なのかがそう分からなくなるような、なんか場面があって、いやあそこのあれはすごい自分たちもやりたいなってすごいよね、あれはすごかったね、終わって早速真似してたもんね。すぐそこすぐ真似する。最初と最後に出てきた和太鼓の演奏がすごく印象的で、なかなか自分たちが日本に住んでてもそういうシーンを見ることってないですよね。それがこうステージに組み込まれていて、かつこうなんか日本ならではのお祭りのこう情熱の熱さというか、そういうこうパッションが出てくるエネルギーの強さがすごいさらに追加されてた感じで圧倒されました。私たちも初めて見たんですけども、非常に見たことのない新しいエンターテインメントだと思います。なんかこれもうショーとか映画とか、 なんか舞台とかもう何にもこう同じものはないというか、だから本当に体感型のショーだと思いますので、これはぜひ皆さん見に来た方がいいと思います。ぜひウェルサブルータご覧になってください。